こんにちは、トシです。今日は、フィッテの7月号から女性ホルモンがアップするセルフ骨盤メンテ術を一緒にやっていこうと思います。で、骨盤が気になる方、これは、女性でももちろんですが男性も、いい下半身を手に入れるために一緒にやってみましょう。じゃあ、3ステップのうちの1ステップ目をやっていこうと思います。最初は、股関節をほぐすとこから始めて、股関節パタパタ、これを約30秒、右と左をやりましょう。右左30秒ずつぐらいしっかりと緩めていきましょう。それではステップ2、開脚リーリーで骨盤の動きを良くする運動らしいです。肩幅より、広めに 1.5 倍このぐらいで足を開いて、背もたれ、椅子の背もたれなどに手をついて、かかと重心で立ちます。重心のままお尻を落としていって、そこからお尻をぐっと後ろに引き上げるような感じでやって元の体勢に戻るが1回で、これを10回を2セットから3セットやるようです。この時にお尻を出した時にグッと上げると腰が悪い人は負担が大きいと思うので、お腹の力を抜かないようにやった方がいいと思います。ステップ3、これ最後です。骨盤底筋群を緩めるエクササイズです。四つん這いになって足の間隔を腰幅より 1.5 倍って書いてあったので肩幅ぐらいだと思います。で、この状態でお尻を斜め上にぐーっと突き出すような形にして、で、今度はお尻を戻しながらしっかりと背中を丸めていきます。この時におへそを見る感じで丸くなりましょう。これで1回でこれを10回、2セットやります。で、骨盤底筋群はこの辺りにある骨盤の左右をつなぐ筋肉なので、お尻を突き出した時にしっかりと左右のお尻が離れるように突き出しましょう。で、戻りながら丸まって、またしっかりと突き出した時にお尻を広げて戻りながら丸まる。で、骨盤の歪みが気になる人は右だけ下げる、右だけ広げるようなつもりで突き出して戻りながら丸くなって、また今度は左だけ広げるように突き出しながら、また丸まって、で、右だけ突き出しながら丸まって、左右別々にやることで歪みを整えることにつながっていきます。今日はフィッテ7月号から、骨盤セルフトレーニングエクササイズを、やってみました。詳しい説明が知りたい人はフィッテ7月号を見てみてください。それでは、またやっていきましょう。